おう、ムービーか。うちカレーがいい。あら、ほんならカレーにしようか。ほんま？はよ、うち帰ろう。親子を見てると、なんかって感じだよね。おう、おう、これは嬉しいわ。へー、社長、社長を見直したよ。あんな厳しかった社長が。え、あ、車の中か。どう、少しは息抜きできた？できたね、はい、とっても。明日からまた忙しいわよ。お互いもう休んでる暇はないわ。レッスン付けにしてあげる、いいわね？はい、頑張ります。はるか、ん？これあなたにあげるわ。え？なんだろう。ブローチのお礼。少し早いけど、デビュー祝いのプレゼントよ。そんな、これ以上プレゼントだなんて。いいから、開けてみて。あれ、このペンってこの前社長が持ってたやつじゃなくて、なんか金庫の鍵みたいな。だよね、これ社長が使ってた。うん、こんな高そうなものいいんですか？高そうじゃなくて高いの。大事にしなさいよね。大事にします。その万年筆はね、私がデビューするって決まった時、大切な人からもらったものなの。そうなんだ。私にとってはお守りみたいなもの。デビューの時もマイクに隠してずっと両手で握ってたんだから。へえ。やっぱり社長でもデビューの時は緊張したんですね。今思えば大したことじゃなかったわ。もっと大変なのはデビューした後。私の場合特に大変だったわね。どんな風にですか？私はね、18でデビューする前には結婚してたの。相手はその万年筆をくれた人よ。もちろん世間にも、それに事務所にも内緒でね。すげえな。私は自分が韓国籍であることも、家庭に問題があったことも、それに既婚者であることも隠してアイドルを続けた。案外うまくいってたな。韓国籍だったんだね、やっぱり。でもある日、私は自分が妊娠していることに気づいた。すぐに降ろしたわ。当時はあまり迷いはなかった。まだ若かったし、アイドルを続けるためには仕方のない犠牲だって思ったの。すげえ決断だな。夫に打ち明けたのはその後。彼、その時初めて私を殴った。そしてあの人は私の元から去っていった。自分がそばにいたら私の夢の妨げになるからって。私はそれも仕方のない犠牲だと受け入れたわ。でもその後、結婚していた過去があったことを知った事務所は、私を売り出すことに躊躇するようになった。いつ爆発するかわからないスキャンダルを抱えたアイドルに大金なんてかけられないってね。予定されていたイベントは次々に中止された。日本ドームで大規模なコンサートやろうなんて話まであったのにね。へえ、すごいじゃん。すごかったんですね、社長。私全然知りませんでした。コンサートが私の夢だった。コンサートをすれば、自分を捨てた親や世間を見返せると思ってた。収容人数5万5000人。親にも愛されなかった私にしては上出来な数でしょ。すごいよ。別れた旦那も
コンサートをすれば見に来てくれるかも。なんて考えてね。でも現実には、事務所には見放されて、コンサートどころか仕事はどんどん減っていったわ。後にはもう何も残らなかった。自分がもう子供を産めない体だと知ったのも、全てを失ってからだったわ。おろしてもう産めなくなっちゃったんだ。そんなことが。スターを夢見て犠牲にしてしまった過去への償い、それが今私がアイドルを育てようとしている理由なのかもね。もしかしたら失ったものを取り戻そうとあがいてるだけなのかもしれない。でももう私にはこれしかないの。あなたには迷惑かもしれないけどね。迷惑だなんて。私、社長のためにも頑張ります。ありがとう。でもあなたのおかげで私も失っていたものを少しだけ取り戻せたかもしれないの。この前プリンセスリーグであなたの決勝進出が決まってから雑誌の取材を受けたのよ。それを目にした元夫からこの手紙が来たの。お、めちゃくちゃ字綺麗だな。夫は東京で会わないかって。はあはあはあ。彼とはもう二度と会えないと思ってた。私の行けない遠い世界に行ってしまって、それっきり連絡も取れなくなってたから。社長、よかったじゃん。でもそれじゃこんな大事なもの私がもらっていいんですか？もちろんいいの。でもその代わりと言ってはなんだけど、はるか、あなたに一つ頼みがあるの。はい。別れた旦那に会うにしても、これだけ年を重ねちゃうとね、会ってがっかりされたくないのよ。待ち合わせの場所にはあなたが行って、それで私のところに彼を案内してきてほしいの。あまり明るい場所で今の老けた顔見せたくないから。私でお役に立てるんでしたら。でも心配いらないと思います。社長今も綺麗ですから。ありがとう。お世辞も上手になったわね。でも東京で。お世辞じゃないです。会わないかって話だったんじゃないの？彼には東京でのあなたのライブに来てもらう約束になってる。あ、なるほどね。ライブの日ね。その時また改めてお願いするわ。その万年筆はあなたが私の代理っていう目印になる。つまりそれが彼と会うための鍵でもあるの。わかりました。ありがとう、はるか。タクシーでこんな格好の話とか話していいのかな。今日は私も楽しかったわ。寄り道しないで帰るのよ。社長も気をつけて帰ってください。おやすみなさい。いや、あの厳しい社長がこんな一面があったなんて、こんな過去があったなんて、改めてね、社長の話聞くと、やっぱり今のシーンもめちゃくちゃ感動したな。はあ、社長も夢を見ていた。そうだよね。
だけど結婚してたっていうのはめちゃくちゃ衝撃だな。ねえ、18歳、アイドルになる前にも結婚してた。旦那さんね。あれ？さっき社長に買ってもらったアイテム、これどうやって どう使えばいいんだ？ とりあえず今やることないよね。なんか寝て次の日、明日のために今日はベッドでゆっくり休もう。特に外でもやることなさそうなんで、今日は寝ようかな。おやすみなさい。おやすみなさい。電話来た。寝るときもこの格好で？ 部屋着とかないのかな？桐生さんみたいに。もしもし、はるかちゃん？お、堀江さんどうした？堀江さん、どうしたんですか？こんな朝早く。大変なんや。今すぐ事務所に来て。何があったん？何かあったんですか？それが、僕もなんて言うたらええか分からへん。とにかくすぐにこっち来て。何そんな大変なこと。もう何があったんだろう。すぐに事務所に行かなくちゃ。事務所に行く前に一旦セーブしとこうかな。よし、じゃあ早く事務所に行こう。何があったんだろうな。なんか BGM もちょっとね。お、警察が立ってる。え？何かあったんですか？近寄っちゃダメ。ほら、向こうに行って。いや。私、ここの事務所の所属タレントなんです。ここって言うと、ダイナチェアの？はい、そうです。なんか事件でもあったのかな？そうでしたか。え？実は今、ここのビルで飛び降り自殺があって。マジで？お気の毒ですが、え？亡くなったのはダイナチェアの社長さんでして。え、マジで？そんな。いや、あ、ちょっと君。どういうこと？では、パクさんが自殺をほのめかすようなことは？いえ、自タレン殺？トのデビュー前なんで張り詰めてはいましたけど、自殺するようなそんな感じはなかったです。堀江さん。はるかちゃん。彼女は？沢村はるか、うちのタレントです。今日パクが東京に行く予定やったのも彼女のデビューイベントの準備のためでした。言ってたね。なるほど。後でお話伺えますか？それより社長は。はるかちゃん。いやー、どういうこと？だって昨日の夜普通にさ、いい感じに買い物もして。いやー、なんで。嘘だって、社長は。あ、はるかが買った。だって社長が自殺するようなこととか言ってなかったしね。お、秋山さん。秋山さん、送電ボリいんの？寒い。やっと登場か。このタイミングで。ここで一章終わった。で、なんでこのタイミングで秋山さんが登場したんだろう。しかも、蒼天堀で。いやー、ちょっとこれ、急展開すぎない？したって、社長、全然気づかなかったわ。いやー、なんかショックだなー。とりあえず一章終わったね。第3部後編、秋山俊、沢村遥。秋山さん、第3部なの？第3章接近。なんで蒼天堀にいるんだろ
これもまた謎だな。ドンキでいっぱい買い物して。汚ねえな。相変わらず汚ねえな。いや、前のカムロ町よりだいぶひどくなってない?これ。いや、片付けしろよ。え、どういうこと?まあ、また同じポーズだね。ここでなんか事務所でもやってんのかな?ん?何よ、携帯か?あ、花ちゃん!へえ。ファイブにも出てるんだね。はい。はい。あ、やっと出た。もう社長、朝まで携帯繋がらないってどういうことですか？これまたフォーと同じように、同じようなオープニングだな。花ちゃんに怒られて。気づいたら？どうせまた飲み歩いてたんですよね。もういい加減にしてください。いや、なんか懐かしいな。東京に戻ってくるって言ったのに、また事務所に泊まっちゃったんですからね。ん?いや、それ悪かったね。それで、そっちの様子、どうなんですか?何?あ、そうそう。もうすぐにでもオープンできるよ。蒼天堀支店。蒼天堀支店?これ。電話も通ったし、看板も出した。大丈夫。もうちゃんとやってるって。いや、汚ねえって。この2年、毎月のように大阪通って準備してきた事務所ですもんね。2年でこんな。ご立派なんでしょうね。花ちゃんよくわかってんな。とげない?その言い方。そりゃそうでしょう。支店を開くのなんて、その気になれば1ヶ月もかからずにできるんです。それなのに2年も。あ、ごめん。誰か来たみたい。またかけるよ。誰かって、こんな朝早く誰が来るって言うんですか?花ちゃん、なんで顔出てないんだろう。そんなこと言って、本当はまた逃げる気なんじゃないでしょうね。また後でかけるから。あ、ちょっと社長?ん?ヤクザか?いきなり入ってきた。やっとご在宅ですな、スカイファイナンス班。いつ来てもお留守なんで、営業する気ないんかと思いましたがな。まだオープン前でしたね。出直してもらえると助かるんだけど。せやけどね、この辺でビジネス始めよう言うんなら、まずうちら通してもらわんと困りますから。ほうほうほう。どちらさんですかね。近江連合の袴田っつうもんですわ。袴田か。近江連合、そういうこっち。まあ大阪だしね、近江連合にしかないのかな。何のご用でしょう。何でもこちらさんは無利子無期限でいくらでも貸すって話やないですか。ほな、1兆円ほど融資してくれまっか。無茶言うなお前。はいはい。朝からご苦労様でした。あんた方相手にしてあげるほど暇じゃないんでね。お引き取り願えますか。へえ、これでいきなりまた喧嘩になるのかな。なめとんのかおめえ。お、ああ新品でまだ開封もしてないのに。何が入ってんだろう。ティッシュ何なの。極度甘く見とると痛い目合うで。いや、お前らこそ黙ってた方がいいよ。こっちはただもんじゃねえぜ。素人舐めすぎてやしないか。うん、なんやと。みかじめ欲しくて来たんだろう。だったらそう言えばいいのに。そうすりゃこっちも話くらい聞くのにさ。朝っぱらから喧嘩をしてこられちゃなんかイラッとするんだよね。ああ右のあいつなんでマスクしてんの。わしらとやり合おう言うんか。よく言うよ。そっちが先にふっかけてきたんだぜ。上等やないかい。一丁やるか。これ多分秋山さんのチュートリアルだね。袴だ。何たけしか。これ特に何も出てないな。ちょっと待ってね。
秋山さんの能力強化まず確認しよう。これね、足の技なんだよね、秋山さんが。いやー、懐かしいなー、操作すんの。いや、ちょ、いきなり殴られてる。お前ら、おい。誰に喧嘩売ってんだっつーの。まだね、そんなに能力出てきてないんだけど。おお。なんかないのかな、チュートリアル。普通に倒したらいいのかな。うい、お、あー、ちょっと、は、最初にしては痛いね。痛い。ヒートアクションとかあんのかな。まあ、思ってたよりは、手こずったけど、まあ。今日のところは、これくらいで許しといたる。覚えときや。覚えときやとかさ、そういうチンピラが言うセリフだよね。これって、俺が片付けなきゃなんないわけ？マジでこれ。お、まる電話来た。また花ちゃんかな？はい、もしもし。社長。出た。よかった。大変なことが。ん？何？え？今ダイナチュアの堀江さんから電話があったんです。ダイナチュア？パク社長が昨夜自殺したって。なんだって？なんで？それで堀江さん、パク社長がうちから借りてるお金の件で話がしたいそうです。あ、お金を借りてんのか。今秋山さんが蒼天堀にいることを伝えちゃったんですけど。わかった。それでいい。早速行ってみるよ。パク社長がスカイファイナンスから金を借りてた。マジで？だからなんかつながり、アジトが使用可能になりましたね。ここがアジトね。いやー、秋山さんを操作するの本当に龍が如く4以来だね。まあといっても、俺2ヶ月ぐらい前までは4やってたんで、あれなんだけど、まあ4の一番最初の主人公が秋山さんなんでね。懐かしいな。アナザードラマとかあんのかな。でも第3部で秋山さんが主人公になって、はるかとチェンジしながらでやっていくって感じになるのかな。第3部ってだいぶ忙しいな。そう考えると所持金5万か。サブストーリーも秋山さん一応15個あるな。へえ。じゃあとりあえず、まあまっすぐいた方がいいな。ダイナチュアへ向かえ。これはどこなんだろう、この事務所。ん？第3並木ビル。どこなんだ。あ、ここか。へえ。そっか。秋山さんが蒼天堀でなんかいろいろ、ん？調べる。あ、こういうのかな、鍵が。はるかもだいぶ拾ったけど、これで、共有できるのかな。蒼天堀の、あ、共有できないのかな？へぇ。マグタクまだやってる。まあ、じゃ、とりあえず、ダイナチュア行きましょう。ん？ああ秋山さんになるとさ、いきなりヤクザが現れるんだよね。もう、はるかの時は平和だったのにな。こんなのまた出るんだ。もう、めっちゃストレスなんだよね。なんか。竜がゴトフ5でさ、街のチンピラめっちゃいいんだよ。お、何？お、お？ヒートアクションか？あ、これは、今まで、あれ？習得済みの技だ、なのかな？え、何これ？すげえ。これ初めて見たんじゃない？この技は。そうか。はるかの時はもうストレスなく自由に歩いてたけど、秋山さんの時はこれはまた目的地にたどり着くのに時間かかりそうだな。まあ能力強化ちょっとしとこうかな、最初なんで。まあ、体力増加とか。やっぱりはるかって能力強化するのにこのスキルソウルだいぶ食うよね。1個のスキルで多分3つ4つぐらいソウル食うんだけど、秋山さんたちはやっぱり1つだね、最初は。これは楽だな。
楽だな。うん。って感じで、まあ、とりあえず基本の技を習得しとこう。よし。じゃあまた行きますか。さあやっと着いた。だいぶ時間かかったな。町のチンピラがマジでうざい。はるかもじゃあここにいるって。あ、堀江さん。堀江ちゃん。堀江ちゃんって呼んでる。あ、秋山さん。驚きました。さっき大阪にいらしてるって聞きましたけど、それにしてもまさかこんなすぐお会いできるやなんて。まあ借金のことはもうチャラでいいんじゃないかな。間違いないわけ。遺書が残ってました。すぐに返してもらえるようですけど、一応今警察で筆跡を鑑定中です。遺書が残ってた。僕が見た分には社長の字に間違いありません。マジで。それもあってか警察でもほぼ自殺と見てるようです。死ぬつもりだったんだ。でもなんで遺書、ね、刑事さんが言うには最近中小の経営者の自殺は多いみたいで、よくあるケースや。いやー、それよくあるケースじゃないと思うんだけど。確かによく聞く話ではあるな、一般的には。ええ。そういえば社長の遺書には何て。文面はすごい短いもんでした。こう書いてあったんです。もう疲れました、ごめんなさいって。それだけ。もう疲れました、ごめんなさい。パクさんらしくないな。同感です。彼女に何があった。正直言うてよう分かりません。仕事面で敵は多かったですけど、僕が見る限り自殺するような状況はありませんでした。ただ一つ気になることがあって、その件で秋山さんに相談したかったんです。というと。社長が秋山さんからお借りしてた金のことです。さっき確かめたんですけど、入れてあったはずの金庫からなくなってたんです。ん？あの金庫か。つまりパクさんはその金を取ってった奴に殺された。いや、そうとは限りません。社長がいつの間にかどこかへ移動させてたっていう可能性もありますし、社長が管理してた帳簿が見つかったらなんかわかるのかもしれませんけど、それもまだ見つかってなくて。ただ盗まれた可能性もあるっていうことは秋山さんにお伝えしときたかったんです。もしそうやったら正直なところ返済の見込みが立ちません。まさか堀江ちゃんに払えなんて言わないよ、うん、俺はダイナチアじゃなくてパクさんに金貸したんだからさ。それは分かってるんですけど、あんな大金となったらやっぱり気になってしもて。いくらぐらい貸したんだろうな。しかしこんなことになって、これからこの事務所どうすんの。わかりません。この事務所はずっと社長のワンマンでしたから、僕らだけじゃどうにも。ただ社長がずっと力を入れてきた新人がもうデビュー寸前なんです。はるかのことって秋山さん知らないよね。ここにいる社長の逸材です。社長相当力入れて育ててたんですけど、今事務所閉めたらこれまでの苦労が水の泡に。社長はそんなことを望んでないように思うんです。堀江ちゃん、その口ぶりじゃあんたパクさんが自殺だとは思ってないね。ま、当たり前ですよ。どう考えてもそんな頭やなかったでしょう、うちの社長は。ああ、まったくだ。殺されたんだよね。秋山さんの方はこれからどないするんです。少し独自に調べてみるよ。こう見えても俺も金貸しだ。貸した金はきちんと回収したい。もし誰かさんがパク社長を殺してその金奪ったってんなら、そいつからちゃんと返してもらうまでだ。それに今の話じゃ警察も当てにならなそうだしな。パクさんがなぜ死んだのか突き止めるためには俺が動くしか道はなさそうだ。秋山さん、最後にパクさんに会ったのは。さっき話に出たうちの新人です。今4階のレッスンスタジオにいますから、ご案内します。いや大丈夫だよ、一人で行ける。
秋山さんのハルカって会ってたよね、4の時。いや、ちょっと記憶が曖昧で、でもハルカの存在自体は知ってるはずなんだよな。いやー、俺もどう考えても社長は自殺するようなことはしないと思うんだけどね。だってあんなことをいっぱいハルカに話して、あの感じだと全然ね、今日は死ぬとかそんな感じじゃなかったんだけどな。いやー、ちょっとまた謎が深まりましたね。